近くにイチョウ公園があります。イチョウ公園？はい。はい。いや、そこで肉の日だから。車来るからね。お腹空いたな。上タンと上ハラミと上カルビで、今日ご飯行くのやめようかなと思って、うん、今日マジでやる気で、いつもご飯食うから割と大ライス2杯ぐらいで結構お腹いっぱいになるんだけど、もうひたすら肉を頼もうかなと思ってて、だからもう会計が多分爆発しちゃうかもしれない。肉だけ行ったら多分かなり食えるから。あ、メガホン50個ありがとうございます。いや、飯食わない。ヨタちゃんおいで、そろそろツーショットも、うん、うんこ座りしな。うんこ座りできないんですよね。こうやってやってみて。やだ。あの、こんにちは、こんばんはって挨拶しないと。こんばんは。どうだろう、この絵は。どう、親子。ちょっとマネージャー感もあるね。ちょっとコンビニにお金下ろしに行かなきゃ。コンビニってある？コンビニ、お金いくら入ってるだろう。戻さないと。ちょっと歩きそうですけど。歩く？7分ぐらい。24,000円。なんでこんな24,000円があるんだろう。24,000円。足りるかな。24,000円。足りない。足りるんじゃない、2人だったら。24,000円足りるわね。足りるでしょ。で、電話かかってくる、この携帯に開いたら、うん、ねえ、汚れちゃうよ服。疲れた。どっか座らせてあげないと。ここに座ってな、ちょっと。大丈夫、はい、ここ座ってな。お尻痛い？いや、大丈夫。別にいいじゃん、お腹がちょっと。むち、かわいいじゃん。お腹がちょっとあれしてたっていいじゃん。ダメなの？別にいいじゃん。いいよね？かわいいよね？そんなの。ちょっと、ね、ぽっちゃりしてるぐらいがね。ムチムチぐらいはね。うるさいよね、いちいちね。いい体してんな。だって結構30代40代の男は好きだと思うよ、こういうムチムチ体型は。多分好きでしょね。あ、エルマルちゃんに似てるわ体型。エルマルちゃんもこういう体型だった、ムッチリ系。エルマル系だね。ガリガリより、まあ良さが違うけどね。ブラックコーヒー飲みたい。家帰りますか？ん？家帰りますか？自販機なかった。買ってきますか？来たのでいいですか？うん。OK でしょ。結構サバサバしてるね。サバサバして。ちょっとマネージャーっぽい。敬語で。どこで発掘したんだよ。毎日配信してたらいるんだよ。いるでしょう。ねえ。僕の家に来たい人、ここにいるんだよ。ありがとう。飲む？いや。ヨタちゃんの自分の買って。あ、焼肉楽しみだな。何分かかるかな。
みんながお腹お腹言うから隠しちゃったじゃん。携帯ヘザー。まあこれ食べちゃダメかな。ご飯ない？お腹いっぱいになっちゃうかな。一個だけ食べて。これ宝くじ当たってるかも。宝くじ結果見といて。うん、ね、当たってたらどうする？1億円ハリボー食べる？ご飯前です。ご飯ご飯そうそう、いっぱい食べるんだよ。やっぱ遠慮されるとね、一番嫌だからね。ありがとうございます、クマさん。ちょっと皆さんよかったらエキストラとメガホンくれませんか。今日の目標3万個メガホン。メガホンいただけないですか。疲れるでしょ、立ちっぱ。いや、座ってる方が。座ってる方が疲れる。大丈夫、ここに座りな。これ、いいよ。いや、いい。これ、大丈夫。リスナーさんも分かってくれる。いや、それ、洗わんといけなくなるよ。座りな、ここに。疲れるでしょ、座りな。分かってくれるから、もらえるもんだけど。ね、レディーファースト。座りな。あ、メガホン100個、ありがとうございます。あ、ありがとうね。ありがとう。あの、爆走と一緒にしないでね。やめてね、それ。あ、106個フォローします。匿名ありがとうございます。ブーさんありがとうございます。今真ん中一番可愛い。ありがとう。可愛い。こうでした、あげて。服買ってあげるよ。アウトレット行こう。ね。アウトレット。あ、200個もありがとうございます。ありがとう。いいね、いいね。あ、ねむりちゃんにちょっと似てる？まあ、言わんことはわからん。わからんくもない。アウトレットってなんか、良さげな服が売ってそうじゃん。ちょっと忙しいんでね、イベントも。落ち着いたら。あ、ちなみに6月2日に帰るみたいです。ちょっと6月2日に帰るみたいなんで、広島に。117個ありがとうございます。あ、ありがとうね、さあちゃん。ありがとう。あ、100個ありがとうございます。ありがとう。こうやってやってくれる、メガホン。いい？俺も広島いいよ、広島は。何しに行くの？送ってあげてて、新幹線駅まで送るよ。あの、いつでも。ああ、ありがとうございます。うん、いつでも戻っておいで。触るな。ダメなの？やだ。メガホン999来た？来てないんだ。がっかりって、何にがっかりしたの？焼肉？いや、電話なくて満員で、やっぱ人気店なんで。美味しく食べてね。ありがとう、さあちゃん。ありがとうね。やっぱ焼肉しか勝たんよな。俺も焼肉、毎日焼肉でいい。そう思わない？焼肉が一番うまくない？いや、寿司なんか食えないでしょ。やっぱ焼肉でしょ。やっぱ焼肉だよ。いや、寿司より焼肉。焼肉に寿司1位ぐらいで。
焼肉に寿司市行って、まあ麺行って、まあ焼肉焼肉ぐらいでいいかな。更新してあげて。あー楽だわ。もっといい人いるのにねって。あなたの中でいい人って何なの？うさちゃんが俺がいいって言ってるんだからよくない？いい人の定義って何？普通とかいい人とかいい男とか、そもそもそんな定義なんてねえんだよ。バカなの本当。会社員の何がいいの？そんなもん固定観念にとらわれすぎ。そういうこと言ってるやつ。おいで。いいよ甘えて。やだ。ぎゅうしてごらん。わかんないか。わかんないか。甘え方を知らないんで、男に。わかんないんだって。100個来た。150個来た。ありがとうございます。もっと前に座っときなじゃん。あ、そうします。お尻上げな。これ大事なリュックだけど大事な大事なのに踏んでいいか。大事なリュックだからこそレディーファーストに使うわけ。そうでしょ恋愛したことある？あーでも中学校の時好きな人はいましたね。ダメだった？いや別に何も告白とかもせず終わりましたけど。えぐらいですかね。あと小学校とか本当。で今は恋愛してるの？67万差か。いいじゃんいいじゃん。フォローしてほしい、うん、こういう子がいいと思うんだけど、どう？俺はね、いろんなこと付き合っていろいろ感じて学んで、うん、こういう子がいいと思うんだけど、付き合ってもないのにお酒の勢いでね、アパホテルでやるような女よりもね、で元彼をデスノートにね、自殺すれって書いたりとか、偉そうな顔して一丁前にね人を批評するような女よりもこういう子の方がとどう？でふわっちで結婚して散々俺のことを言いながら自分もねコロコロ男を変えて